二人とも今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、伝弥さん本当綺麗ですよね。いや美しさの秘訣って何かあるんですか？いや、特に、すいません、これエモフェスのインタビューって聞いているので、うん、ちょっとそういうのまた今度お願いします。でも林さんも知りたいですよね。はい、知りたいですね。いやちゃんと仕事してくださいよ。今日は朝までベイビーレース討論ということで来てるので、ちゃんとお願いします。では、はい、朝までベイビーレース討論ってどういう企画なんでしょうか？はい、この企画はですね、私たちが普段お世話になっている芸人さんやアーティストさんが朝まで熱く討論するという企画です。聞いてますか？ごめんなさい、見とれてました。何なんですか、本当に。林さん、時間ないんで、はい、簡潔に教えてもらえますか？簡潔に？今聞いてました、ちゃんと。今聞いてなかったからね。その私たちベイビーリーズジャパンについていろんな人が話し合ってくれるっていう企画になってます。はい、ということは、はい、伝弥さんの美しさについても語り合うということですね。やるんですか？いろんな人たちがベビレのことを朝まで語る、それが朝までベイビーレース討論。